皆様、こんにちは。クリス・ウォーと申します。今回、サー・ピーター・パーカー・ウォードに出場することができ、大変光栄に存じます。本日、日本の生活習慣において、顕著に見られる、本音と建前が、イギリス、日本間でのビジネスにどのような影響を与えるかということについて、お話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆様、本音と建前というのは、 決して日本に限られた概念ではありませんしかしながら言葉での明確な表現そしてその文化にこれほどまでに熱よく浸透しているのは日本だけといえるでしょう日本では個人の意見など衝突の原因になるようなことをあんまり言わない傾向があり外国では日本人は何を考えているかわからないとよく言われていますがそれはまずなぜかについて考えていきたいと思います よく理論化されているのは狭い共土体の中で輪を尊ぶ日本人は他人との圧力を避けようとし建前を言うことにより平和を保っているということです。山口大学に留学していた頃お世話になった先生も島国である日本では隣人と険悪になってしまっても東京に逃げることができないので歴史的に相手に対する言葉や態度に気をつけなければならなかったと私たちに教えてくださいました。 ところが日系企業で働き始めるまで建前が日本の社会でどれ,がどれだけ重要なのか私には分かっていませんでした、えー、と日系不動産会社で勤めていた頃ある日本企業の担当をしていました物件の案内交渉そして契約まで結ぶ仕事でした その中で一番難しかったのは相互の条件交渉でしたある日私は大きな日本企業の副社長に物件を案内しましたその物件が副社長に大変気に入っていただきました結果いくつかの家具を提供するという条件付きでのオファーが向こうからありましたしかしあらかじめこの物件の親さんからはこれ以上の家具は提供しないと言われていたので私,私は オファーをくださった副社長にすみませんが今回のリクエストは無理ですと唐突に言ってしまいましたそれと上司になんでそんなこと言ってしまったんだそんな直接的な言い方は日本人のお客様にしない方がいいと怒られてしまいました私は申し訳ございませんでしたがはっきり言わないと逆にお客様が混乱してしまうんじゃないですかと謝りながら反論しましたが。<laughs> えーとそれと代わりにちょっと難しいといえば向こうは無理だと分かってくれるよと上司に言われ本当に驚きましたなぜかと言いますとちょっと難しいを英語に訳すと that might be a little difficult になるのですがイギリス人のお客さんにそう言ってしまえば難しい条件でありながらも要望に応じてくれる可能性がまだあるのだろうと思ってしまいます、うん、えー、と 手短に交渉についての発足説明をさせていただきますが、欧米間では、えー、と交渉の際、自分の要求を直接的に突きつけたり、最大限の要求を相手に示し、そこから互いの要求の中で、重要度の低い箇所を削り、相互の妥協点を探っていくのが普通です。一方日本人相手のの交渉の際 まずは互いに建前から生えて交渉の余地を残し遠距期的な言い,い回しで徐々に相互の妥協点まで詰めていくのが一般的な方法ですまあ結局の話その副社長の契約が無事結ばれ数週間後無事に入居できましたしかしやはりその国それぞれの文化や価値観を 考慮した上で適切な対応しなければコミュニケーションギャップが発生し引き取り関係があっという間に崩れてしまうことがありますトヨタ通所に働いてた時も一人の日本語が非常に流暢のフランス人のにでが建前で困ってしまったことがあ,ことがあります その時、顧客のトヨタ自動車との会議が週に一度ありました。しかし、欧米スタイルの会議とは異なり、自分の意見や改善のためのアイデアをみんなで話し合うというよりも、その週の結果とプロジェクトについての発表をするための場でした。えー、と問題が発生した時も、その問題を解決一刻も早く解決するのではなく、 まずは徹底的に原因を調べた上でみんなで話しながら考える方法を優先されていましたしかしえっ、ー、とそうですねえっ、ー、としかしやっと原因が分かったとしても どのように解決すべきかということをお見せされていましたしかし原因が分かったとしても誰も解決策を自ら提案せず、えー、他人から提案がもたらされることを静かに待っていましたその時その同僚が和を守るための建前はこういう緊急な時にさえ使うのかなぜ誰も自分の意見に自信を持ち はっきりと主張しなのかと怒りを表しましたことわざの大好きな上司から短期は損金 <laughs>。状況を冷静に考えた上で仲間と協力しながら行動すべきだと教わりました今考えるとやはりその上司のおっしゃる通りでしたその経験をして一つの大事なことが学びました えー、それは建て前,前が根本的に忍耐力につながっているということです、えー、と今でも私は忍耐,力の面忍耐力の面で悩んでいますがあの日やはり日本人の忍耐力は素晴らしいということに気づきました <laughs> 建て前には相手を思いやる気持ちと 相手の意見を受け入れるという忍耐が必要です3年前の東日本大震災では世界のメディアが人々の批判上の人々の譲り合い精神に大きな注目を示しましたあのような状況の中で略奪や混乱が起こってもおかしくありませんしかし配給場で給水場で人々は決して輪を乱さず 年寄り子供に子供を優先し忍耐強く自分の番を待ちました寒いお腹が空いたしんどい本音だけで行動していてはおそらく被災地が大混乱に陥っていたでしょうしかし寒くないよ大丈夫しんどくないと言いながらブランケットを食べ物を他の人に譲る このような優しさ、忍耐力が存在したからこそ被災地の秩序は守られたのではないでしょうか。これはまさに建前の強く根付いた精神からくるものでしょう。この日本の美読をビジネスの状況に当てはめると学べることが多いと思います。イギリス人の立場から言うと、自分の意見はあっても、まず、 相手と相談してから事情をすべて理解した上で焦らずに行動すること、そうして秩序を守ること、また日本社会を経験した立場から言うと、日本人は欧米人とのやり取りをするとき、自分の本当の考えていることをあまり遠慮せずに言ってみてもいいと思います。こののようににお互いの文化に理解を示せば 双方に望ましい結果が出るのではないでしょうか皆様ご清聴ありがとうございました